や、それはかわいそうだな。やっぱマコーロで生まれたのかな。うわ、いる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 。うわー、秘密の研究部屋だ。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスタ博士はジェノバと命名した。え、ちょっと、めっちゃ重要じゃん。ちょ、もう一回、もう一回、もう一回、前のとこ読みたい。地下から見つけた仮死生物って言った？バツ年、バツ月、バツ日、ジェノバを古代首都に確認。おー！ジェノバって古代首都なんだ！すげえ！すげえ！ジェノバプロジェクト承認、マコーロ1号機使用許可。ほ？はー。やっぱジェノバを使ってなんかの作戦をやっているんだ、あれ。歩きながら読むな。さて読みなさいよ、行儀悪い。兄貴、え？俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト。これは偶然なのか。やっぱプロジェクトで生まれたってこと？セフィロス2期は。ガスト博士、どうして何も教えてくれなかった？どうして死んだ？はあ、知り合いだったのか。ああ、なんかすっごい落ち込んでる。兄貴、大丈夫？と思いつつもちょっと探索してから。すっごいかっこいい、このアングル。めちゃくちゃかっこよくない？兄貴、ごめん。あ、奥も行けるじゃん。おー、部屋がある。部屋があるよ、部屋。なんかないかな。何もなさそうだな。何も読めそうにないわ。兄貴、ごめん、お待たせ。待った？一人にしてくれ。結局。さっきまで一人にしてたじゃん。だってどこにも行けないんだもん、兄貴。出ようとすると何かあるパターンか。じゃあね。兄貴、うち行くよ。壁に何かあるとか？ないな。ごめんごめん。わかったわかった。じゃあ、お疲れっす、兄貴。うち帰ってるね。お！それ以降、セフィロスは神羅屋敷にこもりきりになった。おー、いろいろ調べてるよ。まずいんじゃない？切れちゃうよ。うわ、がっくりきてる。まるで何かに取り憑かれたかのように書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。ご飯とか誘ってあげなよ、クラウドさん。お、出た出た出た、神羅の音楽来た。起きれるのか、これ。夜に何か起きる？うわ、自由時間だ、どうしよう。でも一回ちょっと外出てみたよな。外出るといきなりなんか起きちゃうかな。いや、出るか。わあ、この時にさ、セフィロスが町の人殺したんじゃないとか、思ったけど全然普通に生きてるわ。まだ大丈夫そうだな、セフィロス。よし。兄貴、なんかやらかさないでよ。あ！こいつあれじゃん。セフィロスさんの様子が変なんだ。よかった、生きてて。本当に世話が焼ける兄貴だぜ。どこ行った？いる？おお、座ってる座ってる。誰だ？ふ、裏切り者め。おんやー？何も知らぬ裏切り者よ、教えてやろう。この星はもともとセトラのものだった。セトラは旅をする民族。旅をして星を開き、そしてまた旅。辛く厳しい旅の果てに約束の地を知り、地上の幸福を見つける。よく聞くあれだな。だが旅を嫌う者たちが現れた。その者は旅することをやめ、家を持ち、安楽な生活を選んだ。セトラと星が生み出したものを奪い、何も返そうとしない。ふんふんふん。それがお前たちの祖先だ。
お前たちの祖先ね、セフィロス。昔この星を災害が襲った。お前たちの祖先は逃げ回り隠れたおかげで生き延びた。星の危機はセトラの犠牲で回避された。その後でのうのうと数を増やしたのがお前たちだ。はぁー。やっぱ古代種と他の民族の対立構造になってんのか、これ。セトラはこうしてレポートの中に残るだけの種族になってしまった。ほうほう、記録の中ってこと？それがあんたとどういう関係があるんだ？わからないか？2000年前の地層から発見され、ジェノバと名付けられた古代種。そしてジェノバプロジェクト。ジェノバプロジェクトは、ジェノバプロジェクトとは古代種、つまりセトラの能力を持った人間を作り出すことだ。ほー、そうなんだ。作り出されたのは俺だ。作り出された?そりゃ驚きだな。そう。ジェノバプロジェクトの責任者、天才的科学者ガスト博士が俺を作り出した。そんなことどうやって？セフィロス。邪魔するな。俺は母に会いに行く。おーあーすげー。となるとエアリスちゃんはどっちなんだって話になるな。エアリスちゃんのお母さんが作り出されたのかな。曲がやばいことになってるぞ。兄貴、人殺ししないでよ。うわ、やばい、あいつがいない。同僚がいないわ。同僚かもよく知らないけど。兄貴、うわー、終わったー。ちょっとこれはもう行きたくない。やばいことになってるよ。どうしよう。ちょっとセーブさせてほしい。うわー、行くのかこれ。ザンガー。お、あんたか。あんたは正気なんだろうな。それならこっちに来て手伝ってくれ。うわー、むごいことしやがる。俺はこの家を見てくる。あんたはそっちの家を。うわー、嘘でしょ。うわ、ダメだったか。ひどい。セフィロス、ひどすぎる。うわー、なんか初めてご遺体映ってるよ。思うところがあったのかな。本読んだ末にあんなことになってしまって。あ、なになに、マコーロ行ってどうすんの。クラウドさん、どうすんの。マコーロ行って、あ、なんかいつもと違う音してるわ、マコーロ。あ、わかった。この時ティファちゃんが、ほら、パパ、セフィロスね。セフィロスがやったのね。なんだっけ。セフィロス、ソルジャー、シンラ、全部大嫌い。あ、一個抜けてた。この場面に来るんだ。全部大嫌い。で、あの刀を持って後を追うと。お父さん、挨拶したかった。もしかして嫁にもらうかもしれないからな、ティワちゃん。うわぁ。うわ、ティワちゃん危ないよ。母さん、会いに来てよ。この扉を開けておくれ。
よくもパパを、よくも村のみんなを。あ、そっか、仮死状態って本には書いてたから生きる可能性。おお、危ない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 。うっそ。え、うっそ。でもこれ過去のことでしょ？ティワちゃん？ピンチの時には来てくれるって約束したのに。ごめん、ちょっと遅かった。いや、でも大丈夫、大丈夫。ティワちゃん生きてるもん、今。あ、ごめん、ティワちゃん。あ、でも、生きてる、生きてる、生きてる。もう一回まばたきして。あ、よかった、生きてるわ。ちょ、行ってくる、ティマちゃん。未来で会おう。かっこいい。